彼女もまた高度化複雑化する現代医療を担う薬のスペシャリストを目指している一人。2021年に完成したカフェのある新しい薬学部棟がお気に入りという彼女が今取り組んでいるのはがんについてだ。抗がん剤の効果をより高め副作用を軽減するという研究。日本人の2人に1人ががんと診断される現代で、この研究で患者さんの予後が良くなったり、化学療法で戦っている人たちの辛さが少しでも軽減できるようになればと思いながら毎日研究に取り組んでいます。患者と向き合う気持ちが一番大切だと彼女は語る。今薬剤師の国家試験に向けてひたすら勉強中だ。一人の患者さんと病気が回復するまで長期にわたって向き合い、回復する様子を見届けられることがきっと私の生きがいになると語る。薬局薬剤師を目指す彼女の目は自身の未来をまっすぐに見据えている。